皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はエルデンリングのファミ通紹介をしていきたいと思います。フロムソフトウェアさんが満を持して放つダークファンタジーの完全新作で、舞台はオープンワールドで構築された広大な狭間の地です。冒険の自由度はかなり高く、攻略するダンジョンや挑戦するボスの手順などはある程度プレイヤーの判断で進められるようです。手応えのあるバトルアクション、剣、斧、盾、魔法などを武器に手に汗握る緊張感のある戦いが味わえます。あらゆる生物、異形のものがプレイヤーの前に立ちはだかります。まあそれだけにあらず、なんか無法者も行く手を阻んだりしたりするんでしょうかね。まあボスを倒す順番、まあ結構 RPG って一本道の作品とかが多いんですけど、まあ場合によっては別ルートから通ることもできるんですよね。まあその場合って難易度とか変わったりするんでしょうかね。まあそこら辺は続報に期待したいところですね。というわけで今回はこの辺で、エルデンリングのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。